麦わらトキの卵、麦わらトキはペリカンメトキカに分類される鳥類の一種。主にオーストラリア大陸に分布。また、非繁殖個体がニューギニア島南部やタスマニア島に現れることがある。体長59から76センチメートル、体重1100から1500キログラム、翼海長100から120センチメートル。オスの方が体が大きく、くちばしも長い。 同族多種が基本的に白と黒のツートンカラーであるのに対し、本種は構造色により様々に色合いが変化する暗褐色の羽毛で覆われるのが特徴である。体色に季節変化はない。上胸に棒状の黄色の飾り輪がある。これが麦わらのように見えることが英名や和名の由来である。牧草地、農地、ソリン、乾燥草原など水辺を離れたところから、 潮沢地、湖沼沿岸、川床、氾濫源など水辺の環境まで広く生息しているが、海岸や塩水環境では滅多に見られない。餌は、昆虫類、クモ類、甲殻類、陸生貝類、カエル、魚などで、場合によっては、蛇類、小型月シ類や人間のゴミも餌とする。繁殖期はその地域の水量に大きな影響を受けるため変異に富む。 オーストラリア大陸南部では8月から12月とある程度決まっているが中部、北部では1年を通して繁殖が報告されている。繁殖は時には数千を超えるペアで集団で行われる。産卵数は2から5個、化まではおよそ3週間半。ヒナは黒みがかった綿毛で頭部と頸部が特に安色である。ヒナは約28日で巣立ちする。生息地では 春から初夏にかけて群れで農作物の害虫を捕食するため液腸として保護されているリーストコンサーン。ありがとうございます。